こんにちは、りんちゃんです。いつもご視聴、コメント、高評価ありがとうございます。ということで、続きをやっていきましょう。今回はゼウス・マーキュリークリアしたいと思います。で、相手が水属性なので、今回はちゃんと木属性でやっていきます。で、今回は山つかみ使っていきます。多分この動画上げる頃にはこのキャラの使ってみた動画を出していると思いますので、このまま使わせていただきます。ということで、で、6個以上つなげて消すと2倍になるだけなので、とりあえずは火力を出しましょうか。いいですね、この火力だけでも全然違いますね。いい感じです。闇がちょっと多めなので、もしかしたら倒せないかもしれません。お、いけましたね。バインドが3人。なるほど、まあ仕方ないですね。いやー、クラーケン硬い。どうしようかな。オッケーっす。スキルが発動できるけど、バインド回復はしなくて大丈夫ですね。はい、突破です。では、ここは使いましょうか。落ち込んがしなくなる代わりに3色出してくれる。光が6個出ませんでしたので、最大火力が出せませんでしたね。またバインドされちゃったので、さすがに回復します。で、ジンも使っていきましょうか。スキルが一旦溜まります。2列ほど組んじゃいましょうか。いい火力です。昔アヌビス硬かった印象がありますね。失敗しました。今でも硬いんですね、全然。なら普通に攻撃をいっぱい当てていきましょうかね。はい、OK です。で、ここは
これを使いましょうか。どうしましょう。はい、突破です。でラストゼウスマーキュリーですね。こちら使いまして2色に変換で、列作りましょうか。うわー全然足りないな。で最大火力で突破と。はい、今回はゼウスマーキュリーをやっていきました。次は、超運とソニアグラン2つやっていきたいと思いますのでお待ちくださいということで、ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、今回はここまでです。またね。